いや、キャラメルポップコーン好きなんだよね。公開中のコメントの注意。コメント欄はみんなが見る場所です。冒頭コメントや誹謗中傷など見ていて不快になるコメントはお控えください。迷惑なコメントを見かけた際はモデレーターが直ちに対応しますので、注意などせずスルーでお願いします。みんなが快適に見れるプレミアを。あやべ、あやべ、やべ。携帯電話の電源はお切りください。これしてる、これだ、こいつだ、ここでだ、うん、死ぬよこれ、死ぬよ、そうなの。でその後さ、生き返るんだよそうなのよ、生き返るよこれで、ボコされるの、うるさい。上映中はおしゃべり通せず静かに見ましょう。テク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 、えい、イエーイ。前の座席を蹴らないでください。俺かっけー劇場内は禁煙です。ちょ、持ち物検査です。はいはいはい。あ、これは、これなんすか。え、いや別に何でもないですよ。10、9、ちょ、これ爆弾じゃないですかこれ。あ、いや、ちょっと、やばい、大丈夫ですかこれ。やばい、え、これ危険物の持ち込みは禁止です。ルールを守って映画を楽しみましょう。ドゥルダンタン、ドゥルダンタン、ドゥルルルダンタン、テッテケテテーテケテテケテテケテテテテテテテケテテテケテー、ドゥルテテー、ドゥルテテー、ドゥルテテー、ダン。もういいかい。やばい、まだ。どうしよう、もういいよ。もういいよ。まだ。じゃあ3番目に見つかった人がモヒカン。モヒカン。モヒカン。え、どこだろうみんな。リビング誰かいそうだけどな。もしみんなどこ行ったんだ。え、全然いないんだけど。どうなってんだ一体。シアタールームは。あ、なんかピンクの頭見えたぞ。ゴーサミーケゴーヘッドさん生まれた。ヘッドさんだ。ゴーサミーケ。てかここおしゃれ来たの初めてじゃないみんな。確かに多分。あ、いた。えマジ。誰わあ、もう、自分の前で遊んでるんだけど。やば。僕ミッケ。モヒカンだ。モヒカン。やばい。バロラントしてんの。なんで？バロラントやってるだけ。そうそう、三人目だよ、三人目。やば。クレーム中にバロラントするのやばすぎ。モヒカンだ、モヒカン。モヒカンだ。モヒカンだ。あ、次。え？何？今ルナの声だよね。なんか聞こえた。ルナ声だね。行こうぜ。ルナさん。ちょ、行こう。どうしたんだろう。誰？あれ？たっちゃん。ちょ。どうしたの？ちょちょちょ。やばい。なんかある。やばいんだよ。何あれ。黒い玉みたいな。え？ルナさん。あ、ルナ？ルナ？これ、この世のものじゃないよな、絶対。え？え？
これ、ど、え、みんな知らない感じ？いや、な、わからん、わからん、わからん。見たことない。でかすぎでしょ、何これ。俺さっきここ通った時、なかったけどね。うん。あ、俺も通った時、なかった、なかった。そうそう、なかった、なかった。え、何これ、これ。え、ちょ、ルナ？ルナ？ルナ？危ないよ。危ないよ。大丈夫それ。え、でも、何これ、え、なにこれ、わかる。ダメ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 、え、なに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 、え、なに、ルナが吸い込まれた、吸い込まれたな、え、嘘、え、やばいかもしれない。うわぁ、後ろに、後ろに、やばいやばいやばい、やばいやばい、やばいやばい、やばいって動き出したぞ。なんなんだよあれ。あっ、消した、消した、みんな逃げて、みんな、やばいやばい、やばいやばい、やだー、やばい、やばい、よし、よし、逃げたんじゃね。え、俺も今、え、みんな来てなくない、やばいぞ、どうやってる、やばい、やばい、逃げろ、逃げろ、ノア様、できました。12人のはずじゃなかったのか。え、あれ、お、おかしい、違うんです、ノア様。うわぁ、まあいい、運べ。ここどこ？おい、あの予言はどうなった？あ、事の元凶となる者は捕らえておりますゆえ、安心かと思われます。わかった。それなら大丈夫だ。はい。そして魔王様、何かしらの原因で座標がずれたようで、異世界人がバラバラに召喚されてしまいました。申し訳ありません。なるほどな。全員捕まえられそうか。は、魔王様の名において、このマザコンドリア、命に変えてもお連れいたします。わかった。任せたぞ。信頼しているぞ、マザコンドリア。助けてくれ！ここはどこだ？出してくれ！助けてくれ！うわ！お、タッツン？大丈夫そこ。あ、どうだ？これ使って出て。あ、ありがとう。あ、やばいやばい、びっくりした。危なかったね。真っ暗やったから。てか、タツン、それよりこれ、動かない、この景色。え、なんだここ。え、やばくない？やば、めっちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗やん、これ。すごい。いやー、えぐいな。え、え、やばくない、タツン。あれ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 これこれこれもしかして、これこれもしかして、あ、あの、ジャンパーやんだ、これ多分。助けて。やばいやばいやばい、この方向で埋まんのはまずい。この…すげえな、ほんとこれどこなんだろう。いや、マジでな、なんだろう。てか、ほんとにみんなはどうしたんだろうね。周り見たけど、結局俺らしかいなかったね。かくれんぼしてたはずだったんだけど、みんなどこ行っちゃったんだろう。しとりあえずみんなを探すか。探そう。探すか。え、なんか、え、え、建物見えるよ。ほんとだ。ほんとだ。村から。うわ、行くぞ。もう行こう行こう。行こう行こう。行こう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 ぜ行こうぜ。みんないいかもしれんもんな。ね。あれは、もしかして。そうよ。これで遭難は、
終わり。回避。回避、そうなんす、はい、そうなんす。え？じゃあ、ちょっと入らせてやるか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。あー、どうもどうも。お前たち待て、はい、待て、そこのお前、黄色いの。俺ですか？そうだ、お前に言っているんだ。お前は入るな。いや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 、ちょっと冗談やめてくださいよ、もうほんまに。行きましょう行きましょう、行くか。ボコボコにするぞお前。なんで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 、立つんだけ。そう、そんな冗談言わないでくださいよ、ちょっとね。おい、黄色いの待てお前。おいお前、いい加減にしろ。いや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 、痛い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 、死に死に死に、なんでやねん。よし、もうダメだ、違うとこから行こう。他あるかな。なんか登れるとことかありそうだけどね。広すぎるだろ、もういきなり。もう深い、もう顔でかくなってるな。めっちゃ腫れてる。めっちゃ怖いって、この村別のとこに進出、怖い。もうでも中にいるかもしんないでしょ。まあ、確かに確かに確かに。行くしかない、行くしかない、行くしかないや。え、ここの水路とかは？お、ほら、確かに入ってるぞ。お、ほら、見て、ほんまや。よいしょ、いや、入れた、ヒリリス、いてててて、入れたぞ。おー、すげえ、やっぱり村だった。ほんまや。え、でも、変じゃないこの村、なんか。え、どこが？どこが？ほら、住民見て、住民、村人。住民？え、あ、ほんとや、ほんとだ。肌の色が緑っぽい。もしかして人間じゃない？人間じゃないのかな。確かに。あ、もしかしてあれか？だからドヌとジャーバ入れたってこと？なんかドヌキツネやし、ジャーバ恐竜やからさ。うわ、確かに俺ら人間じゃないっぽい見た目してるもんね。そう、確かに。俺やばい、俺やばい。このままいったら多分またしばかれる俺。あ、そっか。あー、どうするじゃ。じゃあ。すげえ、なんか露天みたいの出てるじゃん。ねえ、すごい。お祭りでもしてんのかな。なんかピッケウだ。ピッケウ。ピッケウ。6G って書いてある。知らん鉱石もある。見て。何コラルク鉱石みたいな。ね。今日 G って何の単位だ ？G。高いのか安いのかもわからんなこれ。え？人間は料金10倍だって、めちゃめちゃ差別されとるやん、人間。大差別やん、これ。俺の彼女、可愛いだろ、だって。おぉ。可愛い。可愛いっすね。可愛い。ね、キュッとしてる。最近魔力がなくなってる気がするわ。昔は魔法も打てたのにな。やっぱり人間じゃない。人間じゃない。人間は魔法だって。魔法だってよ、魔法。え、もしかして、俺、魔法使えるのある？え、まさか。まさか。まさか。ファイヤーって何やないかい。出ないんですけどね。ここ何のお店なんだろう。なんか大きい店。入ってみる？入ってみるか。おー、かっけかっけ、装備がたくさんある。え、すごい、この上のかっこいい紫色の。あ、紫のこれ。リオライトでできた最上級の装備だ。最上級。おお、ワクワクすんな。え、いくらなんですか、お値段は。15,000ゴールだが、もし人間が来たら1億で売りつけてやろうと思ってる。あ、帰ります。あ、失礼しました。ここはな、どこだ、なんだろう。いらっしゃいませ。バス停浴場、1泊 15G。 おう、ま、でも旅館とかあるんだね。ね、うん。おー、よかったよかった。じゃあ野宿は最悪回避かな。そうだな。え、これは、え、ラジド。あ、ラジド。なんでゴリラ飾られてんだここ。ええ、ん、村長、村長なの、村長。えぇ、あの、えぇ、マジで、あの、全然違くないですか顔。ええー、村長。おお、そうなんだ。ああ、そういうこと。ああ、そうなんだ。ゴリラみたいな。ああ、そうなんだ。ああ、いい人だよ。あ、最近流行りによってなくなってしまって。あ、ああ、そうなんですね。そうなんだ。はい、気まず。気まず、気まず、気まず、外出るか。気まず、外出る。一回外出よ、一回外出よ。
あーみんないなかったな、ね、いっぱい見たけどな、村にはいると思ったんだけど、ね、いなかったね。え、ほんとみんなどうしちゃったんだろう。これやばいぞ。でもここ早く出た方がいいよね。ね、ちょっと危なすぎてちょっと怖いわ。バレたら怖い。いやそうだ、人間ってバレてもしたら大変じゃない。そうよそうよ。次は殺されちゃうかもしれないし。次殺されるかもしれない、ね、早く出るか。出るか。おい、お前ら待て。はい、何でしょうか。怪しいな。お前ら、本当に魔族か。そうですよ。はい、そうです。魔族です。魔族だ。だったら魔族であることを証明してもらう。おなるほど。いいな。いいだろう。はい、どうすんだよ。ゴブリンはゴブリンでも食べられないゴブリンはなんだ。謎そういうことそういうのだ。ほら答えてみろ。ゴブリンはゴブリンは食べれないです。ゴブリンは食べれない。その黄色いの答えてみろ。ゴブリン、ゴクリン。違う。ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと頭がこんがらがれまして、ちょっとすいません。足が臭い。違う。正解はゴブリンはすべて食べられる。あ、ちょっと待って。おかしくない？まあ、いや、まあ知ってたな。まあ。わざとわざと。よくあるやつやん。それ。ジョークだな。わかった。次の質問だ。おぉ。まあ、そうだな。圧倒的パワーと魔力を誇る魔族だが、一つだけ弱点があるのは知っているな。魔族が苦手なことってなんだ。そういえば白いのが答えてなかったな。わかるよ。わかるよ、うん、勉強とか違う。食べてる。全然そんなにやけ。本当に言ってるのか。違う。脇の下を押されるとかめっちゃ苦手。何を言ってるんだお前は。ですよね。まあまあ俺だけでした。これ分かった。さっきからよく目の前通ってくるから空気を読むのが苦手。あ、そうだ。あ、それだ。そうほらほらほらもう読めん。これだ。違う。魔族は寒いところが苦手だ。もうラストだ。まだ最後の質問に答えられなければお前らをこの場で殺す。やばい。そこの黄色いのブラックホーススネークホワイトのモノマネをしてみろ。ブラックホーススネークホワイト。どうしようだ。ブラックなのにホワイト。魔族なら当然わかる。みんな知ってるぞ。オッケー。俺らの命かかってるんだぞ。オッケー。行くよ。これですよね。どうだ。貴様ら魔族ではないな。やばい。お前たちは即刻処刑することにする。うわっ、どうする。お、え、何？君たち、こっちに来て。お、なんかわかんないけど、逃げろ。逃げろ。え、どこ、ここ？みんないない。ルナ、ここ一人？こんなことになっちゃったんだろう。みんな、誰かいないの？助けて。誰だ？助けて。823番、黙りなさい。囚人番号？今、囚人？黙りなさい。おい、囚人番号823番。ルナです。違う。今日からお前は囚人番号823番だ。こんな汚い部屋から早く出して。黙れ！とりあえず、
今日から貴様ここで住んでもらうが、一日の流れを把握してもらうために一旦出てもらう。こっそり出たろ。おい待て、下手なことをするとすぐに殺される。え、人間じゃない。え、まずはさ朝食受け取ってもらう。じゃあ見ごい、こちらで拝見されるご飯を食べてもらう。どっちやるか選択肢は2つ。うんこ味のこれか、これ味のうんこ、どちらかを選んで食べてもらう。あれじゃなくてこれ。あれとなんだ、これだ。残すのは絶対にいけない。じゃあ食べれないです。しっかり食べてもらう。ここで受け取ったら一旦独房に戻ってもらう。わかりました。わかったか。ここで食べ終わったら次だ、こちらに来い。はい。みんなどこ行ったんだろう。こちらだ、見えるか。ここはどこですか。え、こちらは、え、拷問場所だ。拷問。そうだ、拷問を受けてもらう。え、何されてるんですかあれ。痛そう。これはな、爪を生えている。爪。次へ行くぞ。女はここだ。ここではね、あんなことやこんなこと、いろいろなことやめて、やめてよ、やめて。無理なんだけど。はいと言え。やだ。はいと言え。はいと言ったな。よし、行くぞ。言ってないでするな。ここは風呂場だ。お風呂？なんか泳いでる。何ですかこれ。あ、プラニアだ。プラニアじゃなくて。プラニアだ。なんでここにピラニアがいるんですか。それは決まってるだろ。普通を味わわせるためだ。え、ルナ出れないんですかここから。え、ルナ何もしてないんですよ。何もしなくても意味ない、関係ない。お前はここに召喚された。召喚されたって何。え、さあついてこい。なんでルナはこんなことに。ついてきてるな。何ですか。ついてきてるな。どうした。あそこの部屋は何ですか。あそこの部屋、お前には関係ない。ついてこい。そこは関係ない部屋だ。はい。風呂の時間が済んだら最後のご飯だ。もう一度選ぶがいい。一生ですか。一生だ。朝はこれ味のうんこ、夜はうんこ味のこれ、そういう感じでもいいぞ。え、わ、食べさせてもらえるだけありがたいと思え。あ、はい。さあ、行くぞ。ちょっと待ってください。なんだ。最後に一つだけ聞きたいんですけど、他にいませんでした？11人くらい。ルナの友達なんですけど。友達？いや、見ていないぞ。一人だけのはずだ。そっか。それじゃあ、明日から始まるから。休んでおくがいい。やばー。みんな一生ここに暮らさないといけないのかな。ここは？ここは行きつけの酒場なんだ。ここならしばらくは安全だと思う。マスター、ペリの4つもらえる？ペリじゃあ、席に行こうか。ペリ、これ人間は殺すべき。なんか街全体でこんな感じだよね。魔族って怖い生き物なんですか。いやいや、みんなとっても優しいよ。ただ人間に対していろいろ誤解してるだけさ。ところでファーラモ村へは何しに来たんだい。気がついたらここの近くにいて、自分たちでもよく分かってないんだよ、ね、状況。急にここ来たって感じだもんね。もう仲間たちもね、いなくなっちゃったんやけど、何か知らないですか。それは大丈夫かい。ただ人間がこの村に来たのはずいぶん久しぶりだから、すまないがわからないな。はあ、そっか。どうだったの。あ、ありがとうございます、うん、そうね。あ、さっきは助けてくれてありがとうございました。あ、いやいや、いいんだよ。オラはカイク、よろしくね。俺はジャババ、よろしく。よろしく。ありがとうね、ク。あ、
は、タッツンでーす。お、声がでかいな。あれ？君たちは魔族なのかい？人間には名字があるらしいじゃないか。いやいやいや、人間だよ。人間。うん、人間だよ、俺ら。でも確かに俺ら名字ないな。まあまあ、うん、まあ、俺らはねちょっと特殊で、まあでも一応こういう人もいるんですよ。そう人間です。ああ、そうなんだね。カイカは俺たち人間だけどいいの？俺は人間好きだよ。人間と遊ぶのは楽しくてあったかいんだ。そして俺は守ってくれた。そんなにいい人がいたんだね。うん、そうだ。この人と今は？今はこんな状況だからね。オラはしばらく会えてないんだけど、いつか感謝を伝えたい。その日まで待ってるんだ。会えたらいいね。おい。おい、人間がいるぞ。人間がこの村にいる。探せ。探せ探せ探せ。やばいやばい。警察が探してる。もうそろそろ危ないかもね。家に避難しよう。家？いえ、いいの？あ、大丈夫か？はい。よかった。あ、ありがとう。ありがとう。ここがオラの家だ。おお。ここが、でもありがとう、カイク。てか、大丈夫なの？人間、かくまっちゃって。さっきも言ったけど、魔族は優しいんだ。後で事情を説明すれば、きっと分かってくれるさ。分かってもらえなかったら。傷差しかな。いや、丸焼きじゃねえ。やめろやめろやめろ。怖い。え、あの子は？あ、この子かい。この子はオラの妹のメイだよ。ただ最近体調が悪くて寝込んでるんだ。メイ大丈夫かい？しんどいか。お姉ちゃん。大丈夫だから。そうなんですね。そうなんだ。じゃあみんな上へどうぞ。あ、じゃあ失礼します。メイちゃん、どんな病気なんですか？メイは原因不明の病気で、体内の魔力が減少してしまって力が入らなくなってきたり、魔力がなくなると最悪の場合死に至るんだ。妹以外にも村の人たちも数名その病気にかかっていて。聞いた気がする。魔力が減少して魔法が使えない。死ぬって、それを治すにはどうしたらいいの？薬とかは？あるにはあるんだけど、ゾウマの実っていう紫色の実がなる木があるらしいんだ。ゾウマの実？魔力が詰まった実なんだけど、口にするだけで魔力が回復すると本で読んだことがある。ここから数十キロほど離れたところにある極寒の地、その雪山の頂上付近にゾウマの実が実っているらしいんだけど、オラたち魔族は寒さに弱いから行くことが難しいんだ。クソ。その実があればメイちゃんとか村の人たちが助かるってことだよね。カイク、俺たちに任せてくれ。タッツン、いろいろと助けてもらってるしね。でも君たちの仲間も行方不明なんでしょ？まあ雪山にいるかもしれないし、うん、ちょうどいいよな。でも、うん、ちょうどいい。仲間探しの旅やから。大丈夫。いや、でも。え？そこだお前。え？あ、はい、どうされましたか？この縁で変な服装したやつも見なかったか？え、変な服装ですか？ああ、そうだ。あ、そういえば、あっちの雪山に変な服装の人いた気がします。それは本当か？分かった。感謝する。お前はもう用済みだ！うわぁ！では行くとしよう。雪山か？一体何しに？ダメ、ここ寒いって。え、どうしよう。え、ちょっと待って、足元氷っすよ、そっち。やばいやばい、そっち寄って。あ、寒い。寒いよ。寒いって。寒い。いや、ここ
ここ洞窟見つけてはいいけどさ、うん、風やばくない？そうこのままだと間違いなく凍って死ぬ。死ぬねこれ、うん、やばい。かしゃー、建築しよう。とりあえず建築、家作るか。家作ろう。バトルだ。バトルいいだろう。俺の方が上がってきただよね。俺の方があったかい家作るからな。僕もあったかい家作るから勝負勝負。ちょっとテンションこれで上げて、よし、体温も高めていこう。いくぞ。よし、とりあえず出るとこからスタートするから、ね、出よう出よう、いくよ、いくよ、よし、で、の、よし、うわー、うわー、なんだこれー、やばいって、やばい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 、改めて見たけど、こんなえぐいの周り。じゃあ作るに行こう。もう作ろう、うん、作ろう、よし、じゃあまた後で。じゃあ後で。ここをね、登った先にあるんですよ。この先ね。いや、そうそうそう、見えてくるか、そろそろ。ほら、おおーおーおー、家だ、はい、こちらですね。立派な家が建ってる。いいでしょう。いいねー、何この屋根とか、シャレてるね。和風の家って感じか。そう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 。はい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 、ちょっと待って、からちょっと一旦入らない。あ、はい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 、こちらですね。おろ、絶対閉めて。お、すげえ、おしゃれ。はいね、ちゃんとね、いろいろ整ってるんですよ。そう、こういうね、あって椅子もあります。リラックスできるね。そうそうそう、ライティングもしっかりされてて、明るさはバッチリ。はい。これはこれ、氷。これはですね、あれなんですよ。中見てもらえば分かるんですよ。冷蔵庫の代わりになるように。あー、隣に置いてね、冷やしてるのか。そう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 。なんか和風ってのがいいな。和風良いな。和風じゃないからな。ちょっと、大きめに行こう。なんだなんだ、見に行きましょう。和風じゃない？和風じゃないよね。できたからマジで。お、あれもう見えてきてるよ、ほら。え、お、え、え、なにあれ。え、いいでしょこれ。え、なんだこれマジで。いや、これね、これしっかりね、計画的に作られてるんだよ。風がさ、横向きにシューって入ってくるでしょ。うん、全部上に行くの、この形状。ダメか、一旦入ろう。こっから入るんだけど、うん、おー、すごい。おお、ええー、見た目からは想像できない。そう、そうなんですけど、これね、一応ここの上に上がって煙上がっていってるんだけど、赤いの見えるでしょ。ああ、マッチ棒なの。これ暖を取るにはもう最適、暖かそうの、まず象徴。いらねえだろこんな。うん、大丈夫か。さすがに、めちゃくちゃ寒いな。もう明らか俺らと寒がり方が違う。違うな。寒そう。それがま、やっぱ魔族がきついんじゃないの、ゆき。咳き込んじゃってるよ。どんぐらい続くの？なんかある。なんか見えるよ。なんか見えた。お、なんだあれは。ここにあんのか、魔術師。ちょっとなんか、温まれるもんとか。あれ？うわぁ！お！どうした？なんだこれは。死体？死んでるのこれ、この人。もしもし。ただ遭難しただけってわけじゃない。倒れたわけじゃなさそう、普通に。あっちにも。え？これ、魔族が、もしかして。ただ、魔族がこんな寒いところまで来るとは考えにくいな。確かに、そっか。え、じゃあ何に襲われたんだ。この死体の服装や顔つきはなかなかこの辺では見ないな。この服装さ、うちの世界では結構一般的なやつだよね。そう、そうだね、一般的な服装や。え、もしかしてこの人たち俺たちと一緒の世界の人かな。そういうこと、そういうことかもしれん。いや、あそこ先続いてるけど何かいるかもしれないから気をつけていこう。うん、そうだな、気をつけていこう。かなり高いな。ちょっと待って、なんか変なのある。おっと、
一周放ちすぎやろ、これちょっと。俺感じるんだけど、ナオニーが作った家だよ、絶対。絶対そう絶対にそう間違いない絶対そうやもしかしたら知り合いがいるかもしれない。本当か？行こう。行ってみよう。行こう行こう行こう。いや、絶対そう絶対そうですよ、あれ。ほらほらほら。でもちょっと待って。ほら、さっきの、あれ。大丈夫かな？確かに、やばいかも。無事だという。はい、もしもーし、いますか？誰かいますか？おーい。しないの。そうだ、入っちゃう。入ってみる。ああ。あっ！うわっ！オーケー！うわー！終わりー！なんで？なんでなんで？すごい！え？すごい！どうしたの？予想的中やん！合ってた！ガチやん！わかりやすい！何？何？どういうこと？わかりやすい！もう遠くから見てわかったよ。あれ？ナオニーが作った家だ！つってすぐ来た。もうあんな変な家作るの、ナオキさしかないよ、もう。パーラモ村を助けるためにある実を探してて、この雪山にあるゾウマの実を見つけたら治るらしいんよ。でもさ、もしかしてさ、さっき見つけてたあれのこと言ってんじゃない？紫色か？紫だったよね。どっぽっぽか紫だよね。絶対それや！え、絶対それや！ちょっと案内してくれない？これじゃないの？あれだよね。うわ、ほんとだ！なんか実みたいのなってる。ぽい。どう、カイくん、これ結構たくさん本で見た情報とおおむね一致する。おおそらくこれがゾウマの実だ。やったぞ、でかした二人とも。すげえ。ちょっと食ってもいいかな、怖いね。それは人間が食うとどうなんだろうね。確かに、怖いな。確かに、うん、ちょっと怖い。いや、毒だってこれは。はい、どうぞどうぞ。はい、受け取ってね。はい、君も、はい、受け取ってください。はい、もらってね。もらってるね、オッケー。ありがとう、いえ、こちらこそ。まだもらってないっていうね。ありがとうね。ほら、メイ、ゾウマの実だよ。この人たちが、メイのために取ってきてくれたんだよ。元気になるといいな。ほら、これを食べれば元気になるはずだから。ほら、お食べ。あ、メイ、立った。大丈夫？立てたのか？大丈夫？メイ、元気出てきたかも。おー、すごい、ゾウマの実、すごい。大丈夫？よかった。はいや。治った、ありがとうございます。全然いいんだよ、かった、元気になって。よかったよかった、元気になって。いや、ありがとうね、カイ君。いやいや、こちらこそ。みんなのおかげで村のみんなが助かったよ。俺たち雪山であんな光景見ちゃったから、ちょっと仲間が心配だからさ、他のメンバーたちも探さないと。じゃあ、行くか。よし、行こう、行こう行こう行こう。ちょっと待った。あん時の警察、あん時は疑って悪かった。お前ら最高だぜ。まさかお前たち人間だったとはな。不快な気持ちにさせてしまってすまなかった。お詫びに俺の店のものは好きな時に好きなだけ持ってってくれ。ちなみに君たちはこの後どこに行くか決まってるのかい？おー、どうだったの？確かにどこ行くの？え、考えてくれてたんじゃないの？え、知らないよ。え、知らないよ、俺も。そんなん、考えてくれてなかったの、逆に。ここは島だから、港に行って、大陸の方に渡るといいよ。もしかしたら、人が見つかりやすいかもしれない。オラが港まで案内するよ。あ、本当にいいの？ああ。ありがとう。行く。ありがとう、みんなー。ありがとう。バイバイ。バイバイ。よし。ほんと汚い、ここ。よし。でも脱出しなきゃ。いける。ルナならいける。なんかないかなー。クモの巣が1個、2個あって、なんか。お、え、もうなんかに使えないかな。チェストの中は、あんま入ってないか。ちょっと上から出れたらいいけど、ルナそんな細くないしな。この下とかないかな、なんか。お、
なんか蛇割れてる。ピキラあったらここ掘れそうだけど。あ、ピキラある。うわ、めっちゃ取りたい。うわ、貸してくれないかな。どうにかして貸してほしい。こっから出れないかな。あ、なんかここ開いてる。剣取れた。あ、でもピッキルじゃなかったな。でも武器ゲットできた。これで、戦う。ルナ戦う。あ、でも組まないと。お、糸取れた。食事の時間だぞ。え、ほら出ろ。食事出ろ。食べたくない。食事の時間だ、出ろ。はい、早く出ろよ、時間なくなるぞ。おいお前、早く出てこい。ないかな。おい657番、早く出てこい。え、なに。ああ、なるほどな。ちょっとこっち来てくれ。お前らしっかり並んどけよ。なんかあったのかな。こいつの会社頼む。よし、お前ら前に進め、前に進め。イントロするなよ。食べたくないるの。おい行けよ、早く選べよ。おい早く選べ。お前はそっちだね。え、おい、絶対食べないといけないですか。絶対だ。ルナ嫌。どっちか選べ早く。嫌や。5、4、作業である。3、2、よし、行け。お前ら、おい、おい、何してる。何でもない。早く行け。何でもないです。帰れよ、戻った場所に。お前は何をしてる。早く動け。間違えた。おい、ルナこっちだった。俺たちも飯休憩にするぞ。俺たちは制御するぞ。イエーイ、やったー。ジップ、それより俺が釣り座を作れたし、けど頑張って忘れないかな。この隙間から早くしないと帰ってきちゃう。あ、来た。よし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 。いっぱいいっぱい下がって、せーの、よし。頑張ったらできる、これルナ。よし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 。天才すぎるな。よいしょ。もしかしたら、もう二つ壊したら、よし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 。さすがに天才すぎてびっくりする。怖そう。早くしないと来ちゃう。お、なんか続いてる。よしよしよし。あ、やばい。でも剣持ってた、そういえば。繋がってる。どこに行ったらいいんだろう、これルナ。今なんかいた。あれな。よしここは確か拷問のところ。ここ入ったらダメって言ってたから怪しい。
続いてる。怖い。え、待って、本当に怖い。誰かいないかな。お邪魔しまーす。え、なにここ、え、寝てる。え、もしかしてこれ、え、なくなって、え、え、全部死体、え、え、何の部屋、うわ、こっちの部屋なんかあるかな。え、え、え、なんかいる、感じ悪い、え、何これ、え、これ横に出る、え、ストール研究を進めて比較的安定してアンデッド化できるようになった。アンデッド化、実際に魔力を浴びせるとアンデッドになる。まだアンデッドが足りないらしい。フルームを増やさなければ。あ、一足の前、びっくりした、してる。ルナ研究者です。いやいやいや、どう考えたってお前異世界人だろ。あの人たちのこと研究してます、ルナ今。じゃ研究内容言ってみろ。この子たちをよしよししたらどうなるかみたいな研究してます。おい、やばい、世界中だろ。脱獄したお前には厳重な牢獄に入ってもらう。え、それは嫌だ。お前というか、その装備どこで手に入れた。え、この装備は早く脱げ、ボスだ。ルナの地肌です。そんなわけないだろ。いや、ほんと脱げ。さっきまでかくれんぼしてましたよね。もしかして異世界じゃね。え、マジ、え、ファイヤー使える、ファイヤー、ファイヤー使える、ファイヤー、あれ、うわー、使えなまあでもとりあえずみんなと合流したいし、探しながら。そうだね、探すか。みんないますか。いませんか。ポピーだよー。いるかー。ナオキリさん、ポピーだよ。なんだこれ、ぷくぷくしてるって、怖い怖い怖い。ダメだ、早く探しに行こう。何、ここは、かわいい、かわいい、おいしそうだな。キャンプファイヤーしますか。キャンプファイヤーしよう、キャンプファイヤー。あ、やばい、でもちょっと楽しくなってきたかも。むしゃ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 、うめえ、むしゃ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 。結構歩いたぞ、もう足が痛えよ。ね、疲れたね。足で、みんないないね。よいしょ、え、え、どうこれなのか、これはレンガとかあるよ、だって。え、確かに人の気配。第一村人か、第一村人。おあ、みんな避難してるかもしれないし、奥で。とりあえず進んでみますか。みんな待ってるかもしれないし、みんな気をつけろ。でももう使ってなさそうじゃない、苔生えてるし。めっちゃ古いな。ん、ん、ダンジョンだろこれ。ダンジョンか、ダンジョン、そういうことか。じゃね、これ。え、うわー、アスレかー。アスレチックだな、最初は。アスレ難しそう。トン、あー、ごめん。左だな。左か。さあ、4球を当てにしないでおこうと。お、あの、ちょ、何も言わずに、普通にミスるの。ふっ、あー、じゃあ、むずい。そこ難しいぞ、ノアさん。難しい。えいけたー。待って待って待って、置いてかれ、置いてかないでよー。置いてかれた、置いてかないでよ。再び早いから。あー、難しい。あれ、皆さんもしかしてアスレの天才。難しい。やっばっ、え、やっば、絶対これ当たっちゃいけないやつやん。見たことあるよ、やばい、映画とかで見たことある。くぐってみていい、大丈夫それ、ねえねえねえ、それ 目の位置だよね。目の位置、あ、え、うわー、くそー、当たっちゃいけない、当たっちゃいけない、当たっちゃいけない。どうやっていくの、これ。あ、ここじゃない、ここなんか高い、いけそうじゃない。
こっからジャンプしたら。マジ着眼点ありだな、これ天才かもしれん。よし、頭いいかもしれん。どうだ、見とく見とく。よっ、うわっ、おぉ、母さんこうだ、行くよ。横向いてジャンプして途中から右に、あぁ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 あおー、レーザー消えたぞ。怖ぁ、ゾンビ。ゾンビ怖ぁ。顔、お、え、うまっ。待って、うまいけど、うまいけど進めてない。あ、意外とこの隙を見て、隙を見て前に進めばいけるかもしれない。でも、でも今、断末魔聞こえたけど、後ろで。え、なに、大丈夫大丈夫。いや、俺避けることしかできない、でも前進めないね、怖い、ね、穴ありすぎる。ここ、ちょっと、もうあ、なんか書いてあるよ。王権髪飾りを付けし者、魔王に立ちはだかる。なんだ王権の髪飾りを王権の髪飾り、魔王、魔王がいいの。やったやった、こっちに。おお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 。なんだこれ、読めない、なんて書いてあるの、全くわからん、見たこともねえぞ。私たちの言葉じゃないみたい、お国の。なんだこれ、読めないね。わかんない。うん、まあ先進むか。うん、どうやって次行くんだろう。閉まってるしな、自動ドアではないみたい。ここに来て行き詰まりか。何もなさそうだし、なんかある？ヒントとかもないしな。ね、この読めないやつぐらいじゃない？これがヒントなのかな。ここはまあそうだね、開かなさそうだし引いてやるか。仕方ないな。仕方ねえな。宝欲しかったな。俺ら宝探しに来たのに。ここに違うよ。なんだ、魔力が増加しているぞ。あの小さな村に一体何が。あー、団長難しかったね。ねえ、疲れた、足痛い。え、どうしたの。エトさん、お茶、エトさん、エトさんじゃん。エトさん、え、え、え、みんな、エトさん、え、何してるの。捕まっちゃって。え、捕まった。助けてほしい。どういうこと。え、横の人は、横の人、なんか同じ異世界人みたいなんだけど、この人たちも一緒に捕まっちゃったんだよね。え、どうしたらいい、どうしたらいい。あ、そこ、そこのチェストに鍵入ってると思う。鍵、あ、チェスト、鍵、オッケーオッケーオッケー、任しとけ、お願い。うわ、あー、お前らが例の異世界人だな。罠に引っかかったな。誰だお前。私の名前が気になるか。私は偉大なる魔王バトラス様の最強の右腕、マザックンドリア様だ。そこはマザコン。マザコン聞いた。みんな聞いた今。ドリア、ドリア、マザコンなの。マザコンだ。なんだ、マザコン認めた。マザコンだ。マザコンなんだ。ママ大好きなんだね。お前たち、舐めてるな。はい。私の怖さを思い知らせてやろう。よーし、お前たちも出てこい。はい。一列に並べ。早くしろ。お前たちには、俺様の怖さを知ってもらう必要がある。これから笑ったものは即刻
処刑する。処刑？今さら怖くなったのか？では始めよう。笑ってはいけない世界スタート。私の名前はマザコンドリア。マザコンです。これで分かったな。ああ、いいね。締まってきたな。やればできるじゃないか。まあまあまあ。特別に俺の知事の名を教えてやろう。絶対に笑うなよ。父の名前は、ロリコンドリーム。そう、父も魔王をバントラー様につけてもらった。なるほど、いい名前ですね。え、じゃあお母さんの名前は？ヨシエだ。普通。ここに来て普通。呼び出しみたいだ。次会った時は必ず殺すからな。もう笑っていい？屈折強すぎる。なんだよあいつ。マジで。なんだよあいつ。笑い？てか二人でも死んじゃった？あ、そうじゃん。やばい。一緒に捕まってたのに。やばいな、あの人。こらえれなかったな。本当のようで。結局何なんだよ、あいつは。ね、すぐ来てすぐ帰りましたね。笑わかせに来ただけ？はっ、バトラー様、いかがされましたか？私が目指す世界には魔族も人間も必要ない。はっ、おっしゃる通りでございます。今仲良くなられるとせっかくの計画が台無しになる。何としても計画を成功させなければいけない。はい。ではこの私が例の件を何とかしてきましょう。頼んだぞ、マザコンドリア。はあ。こっち来い。すごい厳重だ。ほら、ここがお前が今日から入る厳重な牢獄だ。から安静するんだな。え？あら？あなたも誘拐されたの？どこですか、ここ？ここは魔王城の牢屋よ。王城？魔王って悪い人なんだね。昔はこんなんじゃなかったんだけど、ただ前の魔王が死んで魔王が変わったのがきっかけだとは思うんだけど。じゃあその魔王が悪い人だったんだ。魔王ディアロスになってから全てが変わった。魔族たちも優しかったのに。ルナの名前ルナって言います。ルナっていうの？私の名前はエレナ・イリス。あなたどこに住んでるの？日本、ジャポン。ジャポン？日本？ジャポン知らないの？え？全然聞いたこともない。エレナはどこ出身？私はスーリア王国。スーリア王国の王女よ。町の人たちもみんな明るくて、すごく建物も綺麗で、私の自慢の国なの。
ろしくお願いします。ちょっと練習してるからいい気になるなよ。だーって聞いてるよ。よっよっよっ、俺よっしゃ、イエーイ、倒したぞ。盛り上がってるか。一連勝、よしよしよし。続いてのチャレンジャー、カラフルピチシーバー。おい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 、そしてベルズシーバーだ。おい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 、俺はここの王者だぞ。新人には痛い目見てもらうぜ。お、強そうだな。ほらほら、ほら、ほら、いけー、いや、でも、ほらほら、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 おい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 、うわー、すごい勝勝者、シーバー、新たなチャンピオンが生まれました。いやめっちゃ稼いだな。いや、儲けた儲けた。お、握手してください。おぉ、しょうがねえな、クソしたてだけど握手してやるよ。ほら、ちょっと見てみ、この看板、ほら、1位ベルズ島だ。ベルズ島だ。え、120人倒してんだよ。俺さっき倒してる。じゃあ、今日はパーッとやるか、うん、やっちゃいましょう。乾杯。はい、ウリ、なんだ左のあの子可愛くね。まあ、さ、ここの最高のお酒を彼女に。へい、兄ちゃん、一緒に飲まない？飲む。やったー、やったー、この世界最高だー、最高。え、ココは知らないの？え、知らない知らない。人生の100損してる、いや、200損してる。え、じゃあ逆にこっちの世界で美味しい食べ物は？コリバラとか。コリバラ？濃いブニブニしてるんだけど。ブニブニ？え、食感が？そう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 、食べるとブニって、歯の奥で。なにこの髪飾り？めっちゃ可愛い。可愛いでしょ。欲しいこれ。あー、ごめんね、これはちょっと大切なものであげらんないんだ。スーリアだっけ？そう、スーリア王国。へえ、いつか行ってみたいな。来てほしいな。でもよかった、ほんと一人じゃなくて。私も話し相手できてよかった。エレナでよかった。ルナでよかった。エレナ何書いてるの？これ日記よ、毎日書いてるの。すごい。どれくらい書いてるの？もう10年くらいかな。10年？え、すごい、見たい見たい見たい。でもやっぱり恥ずかしいし、そんないいことも書いてないから。え、エレナって好きな人とかいるの？好きな人？好きな人。好きな人はいる、いる。ちょっと待って。けど、でも私その子にひどいことしちゃって嫌われてるかなって。エレナも恋とかしてるんだ。ルナこそどうなのよ。いっぱいいる。え、いっぱい？11人。ルナの大好きな友達なんだ。でも、みんないなくて。ルナ。ん？みんなに会いたいよね。うん、会いたい。わかった、脱出するの協力するよ。え？でも、巻き込んじゃうかもしれない。実は、1ヶ月もここにいたから脱出ルートは考えていたの。え？どうやるの？一日に一回タイミングがあるの。よし、お前たち、風呂の時間だ。通信番号101番823番ベロ。はい、ついてくれた。で、ちなみにシャンプーとかってありますか？ない。え？ない。
リンスは？そんなものはない。ドライヤーはさすがに。あきちゃん何を言ってる。よくわからんことは発するんじゃない。ないんですか。とりあえず入れ。今日見といてやる。本当にやるの？もちろん。分かった。届かない。あれでしょ、届かない。俺がやるんてやるか。あかん、届かないよ。いけ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 、いけ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 。よし、エレナ、今、行こう行こう。今行くよ。ここから先は私わからない。じゃあどうしよう。こっちは初めにレナがいたとこだから、あっち行こう、あっち。そうね、あっちは来た方向よね。あ、階段ある。本当だ。あそこの扉は？こっちは何？え、入るの？収容施設に？何を収容してるの？何この施設？広い。出口かな、もしかして。出口かしら。何これ？え？怖い怖い。え？なんか書いてある。第一異世界人人間アンデッド？アンデッドって何？え、そういえばレナ見ました。牢獄の下に死体をアンデッドにさせるみたいな施設があるって。魔族もアンデッドに？もしかしてこれ全部アンデッド？え、こんなにいっぱい？え、めっちゃ続いてる。これどんくらいいるんだろう。嘘でしょ。すごい数いるんじゃない？エレナ、このままじゃ大変だよ。もうワンで飛び出そうとしてる。そのために必要なのは死体？魔族や人間を殺してアンデッドにしてるってこと？ひどすぎる。許せない。ルナ、私はスーリア王国に戻るわ。このことを知らせないと。え、ルナもついてく。ルナにはお友達がいるでしょ。探した方がいいんじゃない？エレナも友達だもん。だから一緒に行こう。みんなは多分大丈夫だから。ルナもスーリア心配だな。ありがとう、ルナ。急ごうじゃん。うん。あ、村見えるよ。本当だ。本当。え、村だ。お邪魔します。うん。え、歓迎してくれてる。歓迎してくれてる？本当だ。ようこそファーロム村へ。どうぞゆっくりしていってくれ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、マジ？いや、みんな入りなよ。よくそんなとこ入れるわ。入ろう。あれ、絶対言えないけど。この海ってなんか触れたら死ぬ魚みたいなのいなかったっけ？早く言え、それ。早く言えよ。めっちゃ長く泳いちゃって。入らなくてよかった。生きてる。危ない。よかった。危な。お船。お、来た。来た。さあ、船に乗ってバラバラになった仲間たちを探す長い長い冒険が始まるわけだな。そういうことだね。始まっちゃうか。時には巨大なモンスターの討伐、時には宝探し、時には新しい仲間との出会い、夢が膨らむな。おーおー、若くて着いたぞ。そうだよ。せーの、ウェイ！俺たちの異世界ライフの始まりだ！大丈夫ですか？大丈夫ですか？普通におる
だね。パパさんたちだ。本当や。ああよかった。おいダメ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 。出して。いやでもみんな無事でよかったよ本当に。ね。いや本当に良かった。よかった。そちらのルナの隣にいる方はどちら様ですか。あ、人間の国の王女様です。王女様？王女様？はい。王女様。私エレナイリスって言います。何でも言ってください。私。もう急いでて。捧げます。あ、はいはい。何ですか。急いでる。急いでる。はい急いでる。急いでる。はい。着いたよ。ここが私の国よ。早くみんなに知らせないと。ん？あれ？人いない？いつもこんな感じなの？いつもはもっと活気があって賑わっているんだけど。あ、でも人いる、あっち。あ、え？ウリさんとシバさん？おお、ルナ！いやあれ？この人？この国の王女様なの。すごくない？え？あれ？ん？王女様？あ、はい、そうです。いや、でも王女様だったら、あっちで演説してるけど。私は王女、エレナ・イーリス。私は魔族の村で散々の目に遭いました。あんなことや、こんなことを。魔族は人間の敵です。野蛮な生き物です。見つけ次第、直ちに殺すのです。そんなことない。私が王女よ。あの人偽物よ。みんな信じて。あの人も魔族のせいで頭がおかしくなってしまったのよ。こっちが本物。ダメだ、デルスも来てないし信じてもらえない。やはり魔族は生かしておけない生き物だ。このままではスーリア国民、人間という種族が危ない。もうこれ以上魔族の行動を見過ごすな。お前らすぐに準備しろ。準備ができ次第スーリア軍は魔族の村に進軍する。お前ら行くぞ。おおいや行くぞ。違う違う、魔王が全部悪い。だからみんな力貸してほしい。お願い。魔王が悪いんですか。魔族は悪くないの。どうしよう、戦争始まっちゃうよ。止めないと。何とかしてすぐに近くの魔族の村に知らせないと。そうですね、止めないといけません。早く行こう。あっちにね、私の船があるの。あ、じゃあそれで、すぐ行きましょう。うん、こっち。行こう行こう行こう。さっき行って村やばくね。軍が来る前に魔族の村に知らせに回ってて、最後の村がこの大陸のどこかにあるって。あ、ファラオ村ですね。僕たちいたんで、すぐに知らせた方がいいかも。やば、やば。もうここを登ったらファラオ村です。おう、オッケー、やっと着いたか。え、なんか様子がおかしい。え、なんだ。え、火上がってない。え、ね、嘘でしょ。超待てる。え、待って待って。うわ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 。え、ひどい。え、なにこれ。やばいな、これ。大丈夫か。えぐいえぐいえぐい。これひどすぎるぞ。間に合わなかった。やられてる。え、ノアさん。お、エクサ。みんな、みんな、よかった、無事だったんだ。ヒョン君とヒロさんが。え、は、え、ヒロ君。そうでしょ。ヒロ君、ヒロ君。村のモモロの人を守ろうとして残って、私たち何もできなくて、もうできなかった。いや、でも無事でよかったよ、二人が。くそ、俺たちも間に合わなかった。マジか、二人がだったら。せっかく会えたのに。せっかく全員集合したのに。あれ、他
他の村の人たちは？確かに。確かに他のみんなも。よし、みんなで生存者がいないかみんなで確認しよう。はい、探そう。わかった。はい。うわ、これマジひどいな。ひどい。みんなが倒れてる。みんなとてもひどいわ。あ、メイちゃん。メイちゃん、え、誰、どうした。あ、メイちゃん、え、カイク、え、カイク、カイク、え、カイク、カイク、お兄ちゃん、カイクなの、カイク、お兄ちゃんが、嘘、どうして、カイク、どうして、あれ、カイク知ってるんですか。カイクは昔よく遊んでて、カイク起きてよ、昔村に連れてきてくれるって約束したじゃん。カイク、それエレナさんだったんですね。そうなの、カイクずっとある人を待ってるって言ってたんですよ。カイクが待ってた。私あんなにひどいことしたのに。だ、大丈夫？ありがとう。君の名前は？私はエレナ。カイクはこの辺に住んでるの？オラは1ヶ月の旅行でこの辺りに来てるんだ。へえ、いいなぁ旅行。カイク来たばかりならこの辺あんまり知らないよね。うん、なら案内してあげる。こっち来て。え、ほんと？行く行く。ここはお母様がよく連れてきてくれたの。こんなの初めて見た。カイク見て。わぁ、すごいな。わーい。何それ、知らないの？ブラックホーススネークホワイトの鳴き声だよ。カラうまい。あー、楽しかった。今日も楽しかったね。私も旅行行ってみたいな。ツーリアから出たことなくて。今度オラの村に遊びに来てよ。え、いいの？オラが案内してやる。約束だよ、絶対だよ、取り消さないでよ。私本当に行くよ。うん、いつでも来てね。明日もお城で集合ね。うん、わかった。それじゃあまた明日ね。バイバイ。おい、聞いたか？昨日の話。一人の魔族によって人間の町が滅ぼされたらしいぞ。名家のバトラー家も巻き込まれたとか。やはり魔族は危険かもしれんな。今日もエレナに会いに来ました。おいおい、お前魔族か？何も聞いてないのか？お前はこの町にいちゃいけない。やめて、痛い、やめて。お母様、カイクに会っちゃいけないってどういうことなの？魔族は危険な生物なの。遊ぶなんて到底許可できません。カイクはそんなんじゃない。おら、痛い、早く離れろ。エレナと約束したんだ。やめて。エレナ、カイク大丈夫？エレナ様、危険です。早くそいつから離れてください。エレナ様、危険です。早くお下がりください。エレナ様、エレナ様。カイク、もう二度とここに来ないで。え、どうして？もう会いたくないから。エレナ、ほら、待ってるから。いつでも待ってるから。私をずっと待っててくれたの？10年も約束を守って。ごめんなさい。私もっと早く会いに来ればよかった。私ずっと嫌われてると思ってた。人間と遊ぶのは楽しくてあったかいんだ。そしてほら、守ってくれた。いつか感謝を伝えたい。その日まで待ってるんだ。カイク、私たちのこと逃がしてくれたんだ。え、カイクが？そう。そ
そういえば俺たちも助けてもらったよな、警察から。確かに。これあげる。お兄ちゃんが食べたら元気になるって言ってた。メイも元気になったから。ありがとう、メイちゃん。ひどすぎるわ、マジで。やったやつ、こぼしに行こうぜ、ちょっと。許せん、ちょっとこれは。ひどすぎるな。ひどい。これはひどい。そっか。いや、早かったな。思ったより人間たちが来るのが。え？人間じゃなかったよ。え？どういうこと？え？え？え？じゃあ誰にこの村を襲われたの？魔族でも人間でもなかった。大軍が押し寄せてきて。くでも人間でもない。それってアンデッドってやつかな。わかんないけど、いっぱいいたの。アンデッド？アンデッドってなんだ？全部これも魔王の仕業ね。魔王か。魔王？これも魔王。魔王？同族なのに。同族なのに。なんでこんなひどいこと。ゼーリアの国民を騙し、ハーラモ村の民、人間、魔族、みんなをこんな目に遭わせた魔王を絶対許せない。これ以上魔王を好き勝手させるわけにはいかないな。よし、みんな魔王の城に乗り込もうぜ。行くか。決めよう。そうよ。とりあえずその前に生存者を探すのと、あと魔王の城に乗り込む準備をしよう。オッケー。オッケー。分かった、はい、よし行こう。みんな住民の避難完了したよ。あ、ありがとう。いやでもあれか、メイちゃん含めて生存者4人だけか。仮の家もできてきたし。はい、あの情報を整理したいので、一人ずつお話を聞いてもいいですか？あ、いいですよ。じゃあこっちの方でお願いします。てかそうだ、ここって武器屋だったんだよ。ここだからここに武器めっちゃあるよ。あ、ほんとに？ほんとだ。ほんとですか？ほんとや。ちょっとあるね。お借りしよう。え？あそこか？あ、なんか見えてきたんだけど。え？あれじゃねえ？でっかっ！でっかっ！でっかっ！何あれ？やばっ！マジ？マジやばいな、あれ。これすごっ。すごっ。なんだ？やっぱここだ。魔王城。魔王城。ついに来たな。来たな。ここか。来たね。この魔王がいるのか。なんだっけあいつの名前。ディアロス。ディアロス。ディアロスバトラー。ディアロスバトラー。でも俺らここ行くのに、だからやばくない？やばくないこれ。やばい。怖いね。嫌な予感しかしないんだけど。あ、ブルブルしてきた。そうだ。ビビった。もう帰ろうぜ。行かないぞ俺ら。行かないで。だってファーラモ村と行こう。クワン君とブル君が確かに畑を取ってないから。門か閉まってるな。閉まってる。閉まってる。あ、開けてくれる。え、どう出たく。ピンポンみたいなないんこれ。いや、ないな。現在だな。じゃあ僕か。じゃあこれ力ずくで行くか。押しに押し上げるしかないな。押すしかないな。そうだね。行くぞ。よし、いつでもいいよ。いいよ。せーの、ダン！よいしょ！よいしょ！うぅすげぇ！置いた！え？なんだあいつ？置いたよ。なんだ？マザコン。やはり来たか！これ以上は倒さんぞ！まあいいや、でも俺たちは魔王のとこ行かないと。あの奴に構ってる。そうだよ。よし！じゃねえよ、本当に。お前たちごときが、バトラ様に太刀打ちできるわけがなかろう。魔力コアがある限り、絶対に死なないのだ。行くぞ。行くぞ。ほら、行け。やるぞ。行け行け行け。くらえ。おなよくらえ。やばい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 。うわ、行ってみよう。マザコン強い。マザコン。行け行け行け。マザコン。オッケーオッケーオッケー。マザコン。おら。ちょっと先行ってね。オッケー、こいつらは任せて俺に。
方が任せるよ。俺は夢のプロだ。後で、よし、行くよ。後で来いよ。任せたぞ。お願いします。ほら。よし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 。で、一応罠とかあるかもしれないから気をつけて。オッケー。周りに嫌だからゆっくり行こう。よーし。オッケー。慎重に。え、どれ？どれ？え、どれ？ノアさん？ノアさん？タッツン！あ、タッツン！タッツンさん。え、タッツン！ちょっと待って。マジやばい。先行こう、先行こう。これはまずいな。とりあえず。やばいやばいやばい。ほら。え、もう3人やられた？強いじゃん、あいつ。え？待って、あいつ来るんじゃないでしょうから。やばいな。やべえな。やばいじゃん、やばいじゃん。急がないとやばい。うわ、階段のとこいるね。しかもやってる。ほんとだ。挑発してる。もうやる。オッケーオッケー、いいねいいね。大丈夫か、みんな。大丈夫だ。下に。下、オッケー。下？やばいやばいやばい。エレナだ。待って待って待って。ありがとうございます。よし、終わった。待って、降りてきたぞ。あ、まだいる、まだいる。よし、オッケー。ナイス。よし。大丈夫だ。まだ俺、まだある。大丈夫、やるな。大丈夫か。エレナさん、後ろの方行ってください。はい。オッケー、任せろ。いるぞ、2体。いた。ほら、いたいたいた。オッケー、こうやろ。よーし、オッケー。ナイス、やば。ナイス、ナイス。よーし、大丈夫。どんどん行こう、どんどん行こう。うの、靴にいるくらい。いる、いる、いる。あれ、いるじゃん。ごめん。今、辛口になってて。なんだ今。うわ、怒られた。あ、やばい、まだまだ。どんどん来た、どんどん来た、どんどん来た。また3人来た。やれやれやれ。俺、弓しかないんだよね。待って待って待って、弓もちょっと後ろに。確かに。敵が、いちいち。ちょっと俺、エレナさんと仲良くしとくわ。後ろいるよ、まだ。仲良くしましょう。おしゃべりしよう。おしゃべりしましょう。働けよ。おー、いい。まだいるぞ。え、なんか怖い、怪しくない。うわー、まだまだまだ。うわー、リリリリリ。ちょっと俺、ちょっと下がり目で。オッケーオッケー。そうだね、オッケー。お前は任せな。任せるよ。やばい、体力が。お前が魔王か。ああ、その通りだ。なんでこんなことしたんだ。パーラも村もユアン君もヒロも何も関係ないだろ。何をしたって言うんだ。私の理想を体現するためだ。あなたがやっていることは最低なことよ。罪のないものまで奪いやがって。醜いね、その醜さ。この魔王ディアロスが消してやる。テレボーラ。やばい、やばい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 。え、みんな無事？ここどこ？大丈夫？無事無事。どこだ？どこだよ。わかんない。まざまがしい。え、前に魔王いるよ。ほんとだ。魔王よく見てる。魔王がいるぞ。つか待って、上見て。魔王ディアロスバトラーみたいな、なんかボスバー出てん。ボスバー出てる。ボスバー出てる。決戦ってことか。ラスボスか。そういうことだ。絶対俺たちあいつを倒さないといけないな。叩きを打とう。いくぞ。いくぞ。おらおら、待ってよ。いくぞ。おお、飛んだ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 。おいおい、降りてこい。何この音。なんだなんだなんだ。ズーって言ったぞ。攻撃できないぞ。じゃあ後ろ何。うわぁ、やばいやばい。うわぁ、助けて。大丈夫か。分かった分かった、今助ける。後ろ。降りた。え、何これ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 。逃げた方がいい。やばい、後ろ危ない、後ろ危ない、危ない、危ない、危ない。絶対入っちゃいけないのだけは。なんか、なんか赤い壁みたいな。壁本当だね。なんか、これ。こっからこれか。なるほど、さっきの。おい、降りてきた、降りてきた、降りてきた。やばい、降りてきた。いけ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 。降りてきたぞ、みんな。畳みかけろ。降りてきた。よし、ダメージを。やばい、与えよ。やばい、ルナ離れた。ルナ離れて。エレナを。エレナ危ない。ダメか。死にかけてる。大丈夫。よし、もう、もう。来てる、来てる。ダメージ、ダメージ、ダメージ、ダメージ。あ、本当だ。あ、エッドさん。エッドさん。やばい、エッドさんがやられた。僕も無理しないで。エッドさん、待って、俺、矢なくなるんだっけ。あ、はい。痛い。やばい、やばい、やばい。あ、浮いた。また飛んだ。また飛んだんか。
ヤギさん、何これ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 、やばい、リアルティー、やばい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 、出てきてね、やばい、これ当たったらダメージ受けるよ、気付けて、本当エレナさんの方行ってるよ、エレナさん、大丈夫、レナ、エレナさん、こっち、こっち、この裏隠れればいい感じが、また来た、また来た、確かに、そうなんだ、やばい、やばい、でも、うわ、うわ、うわ、来た、また来た、足元、足元、コーナーアウト、コーナーアウト、まずい、まずい、まずい、なにこれ、あ、やばい、ドラゴンが、ドラゴンがやばい、あれ、うわ、ほら、ほら、いや、ダメだ、え、こっち向いてる、ドラゴン、やばい、なんか来てるんだけど、ダメージ与えれないの、痛い痛い痛い、ダメージ与えない、ダメージ与えない、まあ、降りてきてる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 、しまさん、やばい、やばい、こっち来る、怖い、俺体力ない、俺もない、俺も体力ない、助けて、やばい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 、ドラゴンにかじられた、ドラゴンにかじられた、やばい、ウリが、わぁ、ウリ、ウリ、ウリが、ウリ、ウリがやられた、2人、やばい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 、あと4人しかいないんだけど、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、てか、やばい、回復してるんだけど、バトラ、え、ほんとだ、え、ほんとじゃん、ちょっと待って、マジどうする、マジどうする、やばい、やばい、また、また、攻撃を何回かやってるんだ、何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 、なんか、なんか勝手に動く、飛ばされる、マジ、やばい、やばい、これやばい、最悪、え、やばい、ザッピー、ごめん、シルカも、ごめん、シルカも、ごめん、さ、マグマに押し出された、ザッピーを守る、ごめん、みんな頑張って、本当に、え、待って、足元、え、ザッピー、おい、よくもザッピー、お前、え、やばい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 やばい、あ、待って待って、マグマ、え、マスター、待って、やだ、死にたくない、俺は死にたくない、今頃人間と魔族は戦争し、どちらも絶命するだろう。仲間も愛する人も死んで、お前らはこれからどうする。ルナ、逃げましょ、降りてこい。ダメ、ルナ、さあ、みんなはよくも戦っても死ぬだけよ。我を倒すか、ふっはっはっは、醜いね、もうこれ以上お前らに構ってる暇はない、さらばだ、テレボーラ。だってみんなが、ルナ、逃げましょう、今は、エレナは悔しくないの。でも今戦っても魔族も人間もみんなが、降りてこい、みんなをよくも、ルナ、やめて。じゃあどうするの。あの魔王が使ってた黒い玉が私にも出せれば。レナは魔法使えるの。私は人間だから魔力なくて、でもこの実食べれば人間でも魔法使えるかも。それ魔王の研究所で見たやつだ。それ人間が食べても大丈夫なの？はっ、使える。エレナの魔力が増幅し、テレボーラが使用可能になりました。テレボーラ、はっ、立って、うん、はっ、はっ、ここは、はっ、でもとりあえず出れたみたいだね。うん、これからどうしようか。レナ、ここ来たことある気がする。え？なんかうっすらだけど見たことある。そうなの？レナ、もしかしたら初めてこの世界に来た時ここだったかも。これってもしかしてワールドポータル？ワールドポータル？何それ？そう、別世界に通じてるって本で読んだことあるんだけど、まさか本当にあるなんて。へえ、そうなんだ。これルナ、ここに入れば帰れるかもしれない。え、本当に元の世界に帰れるってこと？そうかもしれない。エレナ、行こう。私は行けないわ。なんで？こっちの世界は安全だよ、魔王もいないし。でも国民を置いてこの世界から出られない。でも残ってもきっと魔王に。
それでも置いていけないわ。行かなきゃ、エレナ死んじゃうよ。あなただけ行きなさい。そんな、やだよ、絶対にやだ。じゃあルナもここに残る。絶対に動かない。ダメよ。やだ、エレナを置いて帰れないよ。あなただけでも帰りなさい。一緒に逃げよ。私は行けない。ダメだって。行こう。行けない。だってこのままじゃエレナが。行けないわ。本当に行かないの？ええ。そんな、私元の世界に戻ったって一人ぼっちだよ。ルナ、これを。これは？これは私が大事にしてたもの。持って行って。やだ、やだ、ルナも残る。さあ早く行きなさい。絶対にやだ。早く、魔王が来る。早く逃げて。絶対にやだ。帰りなさい、あなたの世界に。そんなこと言わないで。一緒にいたい。そんな別れみたいな。ありがとう、ルナに出会えてよかったよ。エレナ、帰ろ。ごめんね。エレナ、絶対に助けに戻るから。なんか最近いいネタあんまないっすね。あれ、あれなんですかこれ。なんか本落ちてますね。あれなんだ。あ、これめっちゃ、わ、面白いです。これは面白い。はあ、なるほど。これは新しいネタ。よし、これパクったらめっちゃ儲かりそうですね。よしよしよし、いいですね。なんでこんな大事なこと忘れてたんだろう。じゃあ今日からこの人たちが君のお父さんとお母さんだよ。よろしくお願いします。よろしくね。さあ入って入って。あー、足元を気をつけてね。あなたお名前は？いや、わかんないです。あー、そうなんか。じゃあ今日からあやちゃんね。あや、はい。あや、これからよろしくね。あや、やばいやばいやばい、遅刻する。これめっちゃ美味しい。そうかそうか。ただいま。おかえり。今日ね、桃買ってきたよ。じゃーん。美味しそうな桃だろ。え、どうしたの？嫌いだった？いや、うん、なんでもない。卒業証書、ジオ。松井彩。はい。おめでとう。今日から一人暮らしか。母さん、お父さん、今までありがとう。お父さん、楽しかったよ。お母さんも
すごく楽しかったわ。あ、この映画楽しみだな。思い出した。めっちゃ汗のレッスン。頑張れ、頑張れ、頑張れ。流れる、流れる。今すぐ行かなきゃ。ルナ、ルナ、ラジナです。10年ぶりのシェアハウス。急がないと。確かにあれがあったはず。去年12年ってカラフルピーチだと思うから、また会えるのになって助けてね。みんな絶対ルナが助けるから。あった、タイムマシン。これで過去に行って全部やり直そう。お願い動いて。でも、ルナだけで、みんな助けれるかな？そうだ。私、ゴリラ。ゴン。私、ゴリラ。うお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 う。というわけで次9の鬼だね。お疲れ様ですね。いやお疲れ。よかった。あれ何やった。おお見て見て、あれ何、何あれ、9の鬼。ジョブパさん、力を貸してください。ジョブパさん、え、ルナ、どういうこと、どうした、大変なんです。どうした、未来のカラフルピーチが大変なんです。未来のカラフルピーチが大変。え、はい、見てきてください。タイムマシンってこと。え、結構、しかしでも結構強いですね。おっと、なんでしょう、これは。なんでしょう、タツーさん。え、これとりあえず、ちょ、やっほー、ルナさん、やば、めっちゃいる。え、なんで、ちょ、あ、犬か。え、力を貸して。なに、おっと、え、ここ乗り込んでいきます。おっと、消えた。前代未聞です。選手と犬が途中で消えました。あ、ごめん、死んだ。よかった。あ、ありがとう、ルナ。いや、ルナいなかったら死んでた。あ、ちょっと待って、スタンプ、やばい。これ、動いたら死ぬ。うん、動いちゃダメ、絶対ダメ。動いたら死ぬ。やばいやばい。もっと動かしますよ、もっと動かしていきましょう。すごい、すごい。え、あれ、行ってきて。ルナ、やってみるか。見れるかな、行くぞ。寝れるか。頑張れ頑張れ。よいしょよいしょ。タイムマシーンだよ。え、タイムマシーン乗っていいの。行く、よかった。足とか用意、こっちだ。あー、やばい。ストップ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 。なんだこれ。ついてけばいいか。ついてくの、わかった。よし、私行く。ありがとうございます。え、助かった、助かったぞ。え、私この格好で、え、これで行くの。うん、大丈夫大丈夫。ええで、どうぞ。あ、ごめんなさい。人狼ゲームやっていきたいと思います。イエーイ。この子、この席に入れました。うち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 指名、うち指名です。うち指名、指名です。え、うちのニャンニャンしたいの。てて、え、ニャンニャンしたいの。ニャンニャンします。武士上、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 ありがとうございます。あーなんだ、誰かシャフソン、ブーブシロリシャッキスピカ。あ、
だほんまに、何ここうやばいやばいやばいこあー酔った酔ったぞここはみんなにとっての未来の世界なんだよああそうだねそうだねそうか、だから知らないそうか、だっこその世界のみんなに会わないようにしてねえ、なんでなんでえ、確かにだって英語とかはそういう雰囲気だから合わせてきましょう そういうこと中入りましょう確か黒い玉こっちだった気がしますどこにあんな1階2階2階だったかな多分やばいやばい、ちょっと待って最後の一人が黒いボールに入ったときの場所わかるあ、女子寮だった気がします女子寮の方女子寮いいよオッケーオッケーよし、すぐ待ってオッケーオッケーこっちからジャバは走ってきたよえ来た来たあ、吸い込まれた吸い込まれた吸い込まれた行きましょう行きましょう行きましょういや、絶対犬見えてたよね今絶対犬見えてたよ早くしないと早くしないと黒い玉消えちゃう早く早く早くオッケー今回の目的なんですがカラフルピーチを助けるのはもちろんなんですけど異世界のみんなも助けますなのでまずみんなで予習しましょうピーチ世界に着いたら各自の持ち場についてくださいそして魔族と人間を魔王城の前に集めてほしいですじゃあパパさんこの武器屋でできるだけ装備集めてくださいその後魔王城向かうよみんな待ってるんでできるだけいいやつ持ってきてくださいみんなの分もねタッツンさんはエレナのドレス盗んできてくださいこれ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 今よし取ったよしうち意外とこれ似合うと違ういや今度やってる場所はあバレたやばいやばい逃げろ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 やべえ魔王城では異世界の人を解放してくださいあっ なんだお前さんお前魔法の子いい格好してんだお前やっほー一緒に遊ばないしょうがないなこっちこっちお前だけだから早くはいはいはい手分けして探しますか大きさを探しますかあっち行こうかな大きじゃあ南京さんそっち頼んだうん任せます任せてわかりましたわかりました離れます離れますどきますどきますすみません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 ちょっとおえあそうルナあエトちゃんシバさんこの人たちはルナの友達だよ助けに来たよ助けに来てくれたのエトちゃんありがとうさっき話してたお友達早く城の外出よ魔力庫がある限り絶対に死なないのだ魔王を倒すには魔力庫は破壊しないといけないのか場所も分かってないのにどうするルナ心当たりがありますやっほーえみんないる僕たち3人を手伝いに来たのえすごいすごいすごいはいあれあれあれはいえすごいすごい何はいなあエフタハヤサムセンあいたよなあなあこれがね魔王の柄の結晶えよっしゃ壊してみるねうんうんよいしょうわこれで魔王弱い魔王弱い弱いなった何なんだありがとうドル。ヨアン君、ジャパパさんは雪山の人たちを助けてください。おあれだあれだ。ヤッホーみんな。みんな。あ、ゾウマの実。君たちは魔族のために。これで殺されちゃったのか。これは守らないとね。
よし、おいー、終わった。でもさ、壊した方が早くなかった？それは、そうだな。ここにはいないか。そして魔族と人間を魔王城の前に集めてほしいです。ウリさん、重い。ノータ、高い高い高い。ねえ、ノータ、高い。この看板を、あれだよね、逆にすればいいんだよね。動いた、動いた。カイクとエレナの約束の場所、ファーラモ村を絶対に守りましょう。魔王はもう一つのカラフルピーチに任せます。さあ、作戦開始です。なんとか間に合いそうだね。これから何が起こるんですか？ここに魔族、人間が集まります。エレナさん、みんなに思いを伝えてください。思い？おーい、みんな、そろそろ行かないとやばいかも。もう一人の僕らが来てしまうから。二人はそこのテントに入って準備してて。どうしたの、みんな？全員だ。俺だって、タツンさんに案内してもらったけど、ここに来いって。俺そう、死ぬ死ぬ死ぬ。いや、タツンさんも人いたよ。いや、したって。したよ。俺、ジャオパとドルと一緒におったよ。うん、いた。魔族もいっぱいいるし、これから一体何が起こるんだ？エレナ、エレナだよね。え、カイク？嘘。私、10年前あなたにひどいこと、ごめんなさい。あの時、オラが傷つかないように助けてくれたんだよね。だからオラは、次会った時必ずお礼を言おうと思ってたんだ。ありがとう。何かしら。あれ、ルナ、みんなのところに行ったんじゃなかったの？それ、その髪飾り、なんで？やっと会えた。遅くなってごめんね、ルナ。もしかしてみんなを呼んだのってあなたなの？うん、エレナと約束したから。みんなを助けに。ありがとう、ルナ。ルナはここまでしかできないけど、信じてるから。これは私のドレス？どうやら私たち、見えないところで助けられてるみたい。さあ、行きましょう。なんでお前ら人間がいるんだよ。そっちこそなんでいるんだよ。さっさと帰れ、殺されたいのか。お前らこそ人間舐めてんじゃねえぞ。そろそろ決着つけようじゃねえか。望むところだ。やめて、やめて、止まって。落ち着いて、落ち着いて。ちょっと待って待って待って。俺はもう、すごい、やばい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 。ストップ、ストップ。おーい、ストップ、ストップ、ストップ。待ってくれ。キラー。私は、魔族が好き。オラは、人間が好きだ。カイク？ん？カイク？カイク？私たちの話を聞いてください。お願いします。俺たち昔あんなに仲良かったじゃないか。なのに今は互いに睨み合って、どうしちゃったんだよ。目を覚ましてくれよ。魔族は人間の町を滅ぼしたんだぞ。それを許せっていうのか。お前たちだって襲ってきたりしたじゃねえか。確かにそのようなことが10年前ありました。それは絶対に許されないことだと思います。ただその事件の犯人が魔族だっただけで、魔族の皆さん全員が悪いわけではありません。ここにいるカイクは
私が川で溺れているところを助けてくれたんです。私の知ってる魔族はみんな心優しいんです。エレナはオラがモンペイに殺されそうな時に守ってくれたんだ。みんなもいっぱい人間に助けられてきたじゃないか。忘れちまったのか。思い出してくれ。ここにいる皆さんだってお互いの優しさ、温かさを十分分かっているはずです。私は魔王城に囚われていました。そこで目にしたのはとても悲惨なものでした。罪のない人間を収容し拷問を、さらには同族である魔族をも。それはすべて魔王ディアロスの計画により行われています。それを止めなければ私たち人間や魔族の方々までも滅んでしまいます。これまでの不毛な争いは魔王ディアロスの思うツボだったんだ。ここに集まってもらったのはそれを知ってもらうためです。オラたちは昔のように手を取り合って生活していきたい。みんな協力してくれ。私たちの、オラたちの明るい未来のために。よく言ったカイ君。エレナ様、私たちはあなたについていきます。エレナ、絶対にもう倒そうね。もちろん。みんな装備を整えて魔王城に攻め込むぞ。行くぞ行くぞ行くぞ。おおおゴリルナゴリとルナみんなちゃんとできましたか。おお、一応ね、一応完璧、完璧よ。本当ですか。完璧です。よかった、うん、変な名前の魔王の家来が攻めてくるからみんなでこの村を守ろう。どっから攻めてくんだよね。どこだ、どこだろう。ちょっとあの見張り台から行こっかな。ノアさん、運んで俺のこと。いや、なぜおい楽しそう。ずるいずるい。え、おるせよ。どうなってんだあれ。完璧。いやいやいや。なに、え、なに、わかった。え、なに、なに、見えない。なんだお前は。貴様らバトラ様への反撃行為と見出した。あってはならぬ行為だ。この村はもうおしまいだ。貴様らこの世界のものじゃないな。まあいい、我がマザコンドリア軍にひれ伏すがいい。やばいぞ、なんかいたぞ。どうした、いっぱい来た、軍勢がいっぱい来たぞ。やばい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 。このみんな、各自戦闘準備。どうす、どこで戦う、どこで戦う。おー、なんか武器屋の近くとかいいんじゃないか。あ、確かに入り口近いし。武器借りてる。あ、そうだな。おおお、え、二人とも見て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 。なんだこれ、これさ、ここにあったんだよ。使っていいから。やば、ぶっちゃった。いや、これボコボコにできるんじゃない、マジで。でもボコっすよ、当たり前やん。あ、来た来た。え、なに、え、ゾンビじゃん。ゾンビが湧いてる。ゾンビ来た、ゾンビじゃん。ゾンビの、ゾンビの大群が。やばいやばいやばい。よし、いいな、もう戦闘開始しちゃって。オッケー、あったよーい。よし、よし、よし。おぉ、キノコリラ強っ。ゾンビ怖い。マジマさん、行こう行こう。ズッキューン、やばい、ズッキューン、行こう。止まるなー。おいしょ、両腕、はい、おいしょ、両腕。おい、ナイスナイス。なにそれ、え、雷見えた。ロアさん、おもろすぎたの戦い方。私、落とす。助けて。ありがとう。ちょっと今俺かっこよすぎなかった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、気づかんかった。もう知らないからね、ルナ。みんなお互い背中を押す。ゾンビとか、ジャズが、ちょっと誰か、アプリより助けて、任せろー。おー、すごいな、ルナが。やばい、ルナが、ルナやばい、ルナさん逃げてる、逃げて、ありがとう。ルナが強すぎて、シバさんの近くいれば安全だ。柴さん、マジで強いな。
わちゃおいわちゃ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 今日はもう好きな剣使いな。いいの？うん、俺これ使う。思いっきしやっていいよ。よいしょ。俺も悪い人たち倒せ。ほら。おーっしゃー、はやっ。すごいすごいすごい。武器が全部壊れた。みんな頑張れ。全部壊れた。ああよいしょー。ヤンコこれ使え。ありがとう。いくぞ、どんどんやっちゃうよ。強い。ちょっとヤンコ、俺も借りよう。使い方が変わった。やっちゃった。よし、よし、俺行きます。行きます、行こう。あらららら、もういないんじゃない？もういないか。全員やったか？よし、やり終わったか。これで全部か。終わり。あいつだ。よくもアトラー様の従順なんでと殺してくれたな。おい、お前、そんなとこいないで早く降りてこいよ。降りてこい。降りてこいよ。またこの野郎が。かかってこい。ダサいな。痛いからピチ。うらー。めっちゃ強い、めっちゃ強い、普通に。ほら、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 頑張れ、頑張れ。なんだ、どうぞ、どうぞ。おい、2回が卑怯だぞ。うるぇー。ワンちゃん、ワンちゃん。ワンちゃん。なんて、なんてこと。もう人気しかいないんだけど。まさか、こいつモテないの。この人、モテるかな。モテた。モテた。モテた。オッケー、待って、この間作戦考えよう。外せ外せ。ふざけないでしょ。作戦とかないの。一つだけ方法があるかもしれない。ある。何、どうするの。これを使えば。それゾーマの身だね。お、え、ジュナ、何テレポーラー。よし、ユナさん連れてきて。オッケー、わかった。出せ。おー、出せ。ユナさん頑張れ。ダメだ、どけ。出せ、出せんだ。テレポーラー、テレポーラー。お、お、消えた。おー、消えた。でもノアさんもいなくなった。ノアさん大丈夫。ノアさんいる、ノアさんいる。え、おー、ノアさん。えー、ノアさん、じゃあどこに TP させたの。マグマだまり。うわぁ、うわぁ、なるほど。え、倒せた。多分倒せた。やったぞ。頑張った、みんな。ハーミとハーミー。じゃあ、あとは魔王は未来の俺たちに任せるって感じかな。そうだね。よし、じゃあ俺たちは仕事も終わったことだし、帰りますか。帰りましょうか。帰ろう、帰ろう、帰ろう。そう、撮影中だったからな。まだ途中だった。まだ帰ってる途中だったから。レナ、ここに残る。え、え、え、なんで。まだやることがあるの。そっか、分かった。分かった。じゃあ、じゃあなるな。またね。じゃあね。じゃあな。バイバイ。バイバイ。頑張ってね。バイバイ。終わった。バイバイ。元気でやるんだよ。頑張ってね。もうあのルナとはもう会えない気がするな。そんな気がする。そうだね。気がする。これだって歴史が変わった。あのルナどうなんだ。確かに。わからん。仮に俺たち未来のカラペジが魔王を倒せたとして、10年後のルナは存在しなかったことになっちゃうんだ。あのルナにはもう会えないのか。みんなに会えてよかった。魔王ディアロス、残すはお前だけだ。醜いね。この魔王ディアロスバトラーの計画を邪魔する気か。さあ、何のことだろう。あなたがやっていることは最低なことよ。俺たち魔族と人間はお前を許さない。知ったような口を聞くな。お前ら種族は、まあよい。お前たちがわざわざ来てくれたおかげで手間が省けたよ。アンデッド計画の糧となってもらおうか。テレボーラ。うわぁ、うわぁ、どこだ、ここは。ここ
ここ。え？ここがあれか。決戦場か。決戦場？決戦場？なんで決戦場？え？なんでわかる？知らないの？なんで？こんな本拾ったんだけど。何それ？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 魔王攻略本。何だこれ、これ全部書いてあったよ。全部書いてるね、そこに。何だろ、何教えてくれよ。他者からルナってなってるけど。ルナ、ルナ書いたの、うん、書いたの。ルナそんなん書いてないですよ。ルナ、ルナが魔王を倒すやつ全部書いてから、これみんな使ってって書いてあるよ。何それ、それ。まあいいか、でもあるし、まあ、乗ったし、まあ、あるしな、まあ、あるだろうね。じゃあ行くよ、辛口行け、行くぞですね、攻略本によると、まずは炎の壁。攻略法、壁を使ってその裏に隠れるか、ブロックを5個ぐらい積めば避けれる気がする。この攻略本正しいぞ。足元に出てくる紫色のモヤモヤ、攻略法、とにかく走ってたらいける。いけてる、いけてる、当たらない、ないな、これ。真ん中からレーザーがくるくる出る攻撃、攻略法、レーザーに触れないようにジャンプするかブロックを置けば大丈夫。ブロック置いてるとこっち、誰だ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 。 TNT 攻撃、高いところにいるとダメージを受けない。いや、いけるところだな。オッケーオッケー。ドラゴンの頭がこっちを向いて襲ってくる攻撃、ブロックで自分の周りを抱えばドラゴンは来れないよ、安全。おっしゃー、止まっちゃったね。止まっちゃったね。もしかして来れない。真ん中から風が出てきて端っこに飛ばされる攻撃、周りには溶岩があるから溶岩のない階段の方に避ければいける。大丈夫だ。なるほどだ、受けたよ、受けたよ。オッケーオッケー。すごい、マジか、マジ、え、いける、じゃあいけるな。こう異世界人の分際で我がしもべたちよ、生贄になれ。生贄？どういうこと？どういうこと？どういうこと？え？全開？あー、体力が、え？やばい、それはずるいじゃん。ずるいって。ブロック一応持ってる人いる？ちょっとだけだったらある。1個だけある。あ、降りてきたぞ。ナイス。どこに降りてきた？落ちてきた。やれ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 、いけいけいけ。いらない、いらない、いらない、なんで、やばい、やばい、2つ、やばいやばい、ダブルだ、ダブル、やばいやばい、ダブル、俺が狭い。ありがとう、よいしょ、いけ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 。おお、減ってきた、減ってきた、減ってきた、減ってる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 、減ってよし、ドラゴンだ、ドラゴンだ、ドラゴン、これはいけないぞ、もういいよ、半分いってるよ、半分いいぞ、おい、半分いった、半分いった、くそ、まとめ行きやがって、卑怯者め、卑怯者、くそ、えいやー、階段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 、オッケー、グラエン、もうだよ、トリニティスピア、いけるいける、何その、削り切ろう、削り切ろう、かっこいい、トリニティスピア。俺は何しようかな、サンダーボルケーノ、サンダー、なんじゃサンダーボルケー、ちょっとダサいかもしれない。ジオライトアタック、エキスパッドピャン、ルジュラムソード、エムギターアタック、なんでもありじゃねえか、いけるいける、いけるいける、うん、ハッピーフル、いけるいける、お祭り楽しいね。楽しいね。ね、いっぱいあるよ。こっちクレープみたいなの売ってたよ。え、行こう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 、やったー。こっち来んな、来んな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 、マジマジマジで怖いね、ほんとに。ちょっと助けて、キスされるよ、ヒロくん、助けて、助けて、ヒロくん、食べられないよ。
ゆっくり休もう。ちょっと食べ過ぎちゃったか。おお、ちょっと待って。もう疲れてる。ほら、いや、やっぱ祭りといったら鶏肉でしょ。いやいや、分かっておりません。いやいや、お花が好きだよね。ねえ、鶏肉だよね。お花だよね。え、鶏、お花、鶏、お花、鶏。ようやくこの時が来たんだ。昔のようにまた人間と魔族が共存してる。これ夢じゃないよね。ああ、俺たちの世界が戻ってきたんだ。花火綺麗だね。そうね。エレナは見るの？花火。いつも。式典の時とかにたまに。そうなんだ。オラは全然見たことないや。ねえ、カイク。なんだ？あのね。私、好きだ。え？10年間、君を忘れた日なんてなかった。これからの人生は、君と過ごしたい。なんだみんな。いたの？実はずっと見てました。見てた。見させていただきました。ヒューヒューヒュー。ありがとう。ありがとう。ありがとう。なんだか恥ずかしいな、見られていると。あ、てか今日忘れちゃダメだよ。記念日になるからね。そう、記念日よ、記念日。そうだ。そうだな。の日だね。え、この貴重な日はいつだ？何日だ？何日？何日だっけ？お、6月の28か。28、6月28だったよ。忘れてダメだよ。忘れてダメだよ。帰っちゃうぞ。6月 28？ あれ？あれ？どうした？ねね。何？なんか、え？え？俺ら2周年じゃん。おい！ガチだ。やばい、やばい、俺たち行かなきゃ。やべやばい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 、帰らなきゃ。カイク、エレナ、お幸せにね。じゃあ、バイバイ。お幸せに。バイバイ。バイバイ。ありがとう。じゃあね。お幸せに。行くぞ行くぞ。急げ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 。カラフルピーチか。急に来て急に行ってしまった。不思議な人たちだったな。うん。でも、とっても素敵。ルナ。今、見てるの？ありがとう。でけえな。でかい。めっちゃでかいこれ。すぎんだろ。すご。これがワールドポータルか。なんかいろいろあったな。な？あったね。大変だったよ。向こうの世界で待ってる人たちがいっぱいいるから。
帰ろう帰ろう。カラグルピンチ活動再開だ。おー